口から下だけ。インスタでもあんま載せられない。あ、そっか。ああ。じゃあ、大丈夫。手だけ、手だけ。空心菜です。空心菜です。どうぞ。ラオピーラーロー、ラオピーラーローっていう、ラオピー老人の皮膚の豆腐です。これ、ぜひあったかいうちに。卵豆腐だね。いただきます。あ、おいしいわ。先生。うわ、あ、絶対おいしいやつだね。夜の9時半に食べるものではないよ。ラオピー豆腐どう？おいしいだね。これがここのメインのチャーハンです。あれ取ってもらってもいい？めっちゃ台湾の夜だわこれ。わあ、でも打って帰ってくるよって絶対。それはもうね当たり前です。あの逆に台湾留学して痩せたって人聞いたことないもん。そんな人いる？これいいところさ、置けるんだよねこうやって。で、GoPro みたいなやつ、そうそう、DJI って会社の作ってる GoPro みたいな。私台湾って YouTube やりたいな。お、本当に？だけどちょっと無理ですね。え、だってもうカメラあるしそれで撮ればいいじゃん。いやでも私動画作りたくない。あー、あれね、手だけの。はい、あとはなんかモザイクかけるとか。あ、いいな。でもせっかくだから留学の記録とか。いやでもインスタはちょっとちょっとあ、やってんの。てていいじゃん、いいじゃん。それで連絡。ハウツーマン。辛い。辛い。あ、ちょっと辛い。あ、違う違う。これだよ。ニンニクさん。あ、ニンニクの辛さの。そして、まさかの台湾ビールではないやつを飲んでるというね。タイガーと雪山。タイガーのが好きな味よね。お疲れ、乾杯。手だけの出演になります。いや、ここね、前も同じお店であったんだけど、名前が変わって、もう6年ぐらい前からずっとここに。6年以上だろうな、俺が来たのが6年前で。あとでネットビジネス。え、でもその中国の勉強にめちゃめちゃいいなと。つつつ、まんまんつ。え、怖いんですけど。ロンジュ怖いです。美味しいでしょ。しかもこのビールに合う、うん、ピーナッツもあるしね。イカのくちばしを取って揚げたやつ。ああ、豆腐は美味しかった。あ、もうちょっと熱々になった方がいいかも。めっちゃ台湾味を感じますここ。2022年9月18日の台北、ジョンジェンジーニエンタンです。俺大好きだよ、麻辣臭豆腐。はいよ、麻辣ヤーシー。This is Taiwan way よ。日本メニュー、スースーカン、台湾の臭豆腐。メニューショーメニュー。辛い。辛いですね。結構辛い。はい、臭みはどう？大丈夫？わかんない。臭みより辛みが来る。はい、ああ。ああ。おつま。いい点で。いい点でおつ。なあ、ヤシェヤシェ。ヤシェ、カモの血。え、これ超道具ですか？うん、これは違う。カモの血を固めたやつ。怖い。これは本当に独特だよ。食べたことないかもしれないし。レバーみたいな味。いや、ないです、ないです、ないです。ないよね。まあ、ちょっとでいいよ。
めっちゃ、おい、小さすぎる。レバー、おい、レバーっぽい味かも。あ、レバーは食べれますか。本当、じゃあ今度ここ十眼とか頼んだら、こっちのが独特だと思う。食べ慣れてないし、あれ、いける、なんか何も感じない。あ、そう、特に味あるわけではないからな。え、体にいいんですか。体にいいよ。あ、なら食べますって感じですね。どっちの方が好き？え、これも普通の豆腐じゃないですか？まあ、豆腐だよ、豆腐だよ。でもなんかこっちの独特な、え、これ臭豆腐？臭豆腐、これ臭豆腐だよ。マーラー臭豆腐だから。え、臭豆腐ですか？そう。食べました。あ、でも二口目いけるってことはいけるな。いや、だから臭さはいけるんだ。辛さの方がきつい。言われたらじゃん。こっちの方が何も感じないです。そうね、ヤーシューの方が。ああ、無理が。ああ、ちょっとね、独特ですね。独特で、独特です。お手洗いの匂いがするって言われる。匂いはそんな平気ですよ。辛さ、あ、匂い。いや、するじゃん。え、でもこういう感じでしか食べないです。あと揚げる、揚げスタイル。揚げたらまずい。揚げたらマシになるよ。これ煮込んでるから。まあそれより論中の方が美味しいよ。論中食べてよ。論中食べに。論中の方が美味しいよ。よし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 。お口直しは論中で。はい、乾杯乾杯。乾杯。でビールはこれ。これも飲みやすかったですね。あ、ほんと。これとこれ、はい、あとはこれ、これ。いや、もう覚えてないです、ここら辺は。大体一緒かな。そうです。まあまあ、タイガーがダントツでした、ね。うん、美味しいです。それでは、バイバイ。バイバイ。また登場すると思います。待って、見えてるっすね。すごい。ってもらったら、はい。大家好，すごい。今天我们来到的是热炒店，在这里是以前的大坑，最近是搭什么那个不知道什么。这个是在中正纪念的三号全国旁边，可以讲再见哦。啊，拜拜，拜拜。で、赤を